はい、お疲れ様です。すいません。今回はこのスタイルで動画を撮らせていただきたいなと思っております。というのも何を話すのかと言いますと、ちょっと前にですね、弁護士の先生とお話しする機会を設けさせていただきまして、で、何を話したかと言いますと、このチャンネルで使う動画を今後どうしたらいいのかっていうのを僕から相談させていただいたんですね。で、今ですね、このチャンネルがどうなってるか、どうなってるのかというと、ペナルティーがついている状態になっております。で、ペナルティーが何なのかというと、例えば、YouTube 上に上げた動画の中に悪いものが映っていたとか、まあ、暴力的なコンテンツとか、あとは著作権侵害とかなって、それが、YouTube から指摘された場合、動画が削除されてペナルティーがつくことになってしまうんですね。で、私のチャンネルでは以前僕が上げた動画で、その中に映画の著作物を使ってて、それが侵害警告を受けて、動画が削除されてペナルティーがついているという状態になっております。で、このペナルティーなんですが、合計3つ3ヶ月の間でついてしまうと、チャンネルがバンされてしまう。つまりチャンネルが消えてしまうということになるんですね。で、これは非常にまずいということで、私はですね、今の期間は、著作物を一切使わないような動画のみを上げている状況になっております。はい。で、このペナルティっていうのは3ヶ月耐え忍んだらですね、消えるものでございまして、そこからまた健全なチャンネルに戻るんですね。で、4月の20何日かに僕のチャンネルはペナルティがついたので、7月の20何日かまではペナルティ期間。で、それを過ぎれば、ペナルティ解除ということになります。なので、まあ大体8月ぐらいからになるんですけど、そこからの投稿の動画は、また以前のような、著作物を使った動画を上げていきたいなと考えているわけでございます。まあ、ただですね、またそれで著作権侵害の警告を受けたら意味がないので、まあ、それを回避するにはどうすればいいのかっていうところを、弁護士の先生に相談したわけであります。はい。でですね、コメント欄にですね、著作権侵害の違反を誰から警告を受けたのかっていうコメントがあったので、それをちょっと報告しておくと、YouTube の AI が自動でやったとか、あとは同業他社の人が嫌がらせでやったとか、そういうことではないです。ちゃんと僕の、動画内で使った著作権保持者、まあ、映画会社なんですけれど、そこの、そこから直接著作権侵害の通知を受けました。まあ、多分映画、まあ、ちょっと映画会社の名前を伏せるんですが、その映画会社の担当者の方が僕の動画を直接見て、あ、これはダメだよねっていうことで、YouTube に動画は削除してください。著作権侵害してるんで削除してくださいっていう依頼をして、YouTube が僕の動画を削除したと。そういった流れになっております。はい。まあ、なので、著作権者が僕の動画を、まあ、もしかしたらたまたま見たのかもしれないんですけれど、まあ、そういった感じになっております。はい。で、弁護士先生にですね、相談した内容というのが、まあ、今後、著作物を動画内に取り入れたいんですけれど、どうすれば侵害に当たらないですかっていうことを相談したんですね。で、まあ、弁護士先生からまずアドバイス一ついただいたのは、イラストを使った方がいいっていうことをいただきました。イラストですね。で、まあ、イラストを使ったら、まあ、もちろん映画会社の、ものではないので、イラストを描いた人が著作権者になるので、まあ、そこから怒られることはないよねっていう、クレームを受けることはないよねっていうことで、アドバイスをいただいたんですが、まあ、イラストを使うっていうのはちょっと難しくて、というのも僕自身がまず絵を描けない、イラスト一切描けないっていうのがあります。中学校の頃、美術で、まさかの1位を取ったことがあるっていうぐらい、絵が下手くそなので、まあ、これはちょっと難しいなと。で、イラストレーターに依頼するっていうこともできるんですが、まあ、それを継続してやっていくっていうのは、ちょっと、難しいかなと思ってるんですね。まあ、イラストを使ったとしても、表現っていうか、別にその分かりやすくなるのかなっていうのはちょっと疑問ではありますし、まあないよりはいいのかもしれないんですけど、ちょっと今時点では保留かな、その考えは保留かなと思っております。で、そのことに関しても、その時弁護士の先生に素直に伝えました。まあイラストを使って映画の紹介している人とかの YouTube チャンネルとかをちょっと紹介してもらったんですけど、まあ確かに、それだったら侵害に当たらないっていうことではありました。ただですね、イラストを使ったとしてもなんか著作権侵害に当たる可能性もあるみたいで、それも 100% 大丈夫っていうわけではないみたいなんですね。なんか他の YouTube の動画とかブログを見てみますと、なんかイラストでもめちゃめちゃ似てたらそれは著作権侵害に当たる可能性があるとか、いうのもあるらしいです。なんか、だからイラスト描いたとしてもあんまり似てないものを描かないとダメとか、なんかそういうのもあるみたいですね。なんかちょっと難しいなと思ったんですけど、
はい。まあ、そんなところですね。まあ、とはいえ、僕はやっぱり、なんとかして、著作物を使いたいと。で、著作権法には、引用というものがあります。引用っていうのは、引用で定められた要件を、ある一定の要件を満たしていれば、著作者に許可を取らずに、その著作物を使うことができるというものなんですね。で、なんとか僕はその法律を使って、引用の範囲で動画を作りたいなと、思っておりまして、ちょっと先生に相談した次第でございます。で、やっぱりですね、その引用の範囲内で作ったからといって、100%安全っていうのは言い切れない。100%安全というものはないという話でした。やっぱり著作物を使うからにはリスクは絶対にあるっていう話でした。はい。まあ、でも、それは、まあ、しょうがないかなと正直思ってるんですね。まあ、ただできることはあるとは思っております。仮に侵害通知を受けた場合に異議申し立てをするとか、まあ、裁判沙汰になった時に引用の主張ができるとか、そういったことは、そういった準備というか、まあ、最後の、自己保身まではなんとかできるかなとは思っているので、まあ、その作り方をちょっとアドバイスをいただいた感じでございます。なので、ちょっと一旦ね、動画の、まあ、こういうふうに今後作ろうと思うんですけど、どうですかっていうのを弁護士先生にちょっと見せたところですね。まあ、これだったら、まあ、引用としては主張できるんじゃないですかっていうことを言っていただいたので、まあ、今後はその方式でやっていこうかなと思います。まあ、今までと変わらないです、そんなに。まあ、ちゃん、あの、自分の、自分が撮った映像と、その映画の映像を比較して、で、映画の映像の方にちゃんと引用元を記載して、あと、囲いをつけて、これは僕のものではなくて引用物ですっていうのがはっきり分かるような作りにしようかなと考えております。はい。まあ、そうですね。まあ、それでももちろん100%大丈夫ではないわけですね。で、仮に引用の要件がそれで満たしてたとしても、 YouTube がどう判断するか分かんないんですよ。まあ、動画を作って、まあ、僕は YouTube にそれを上げるアップするわけですよ。で、またその著作者がそれを見たとして、で、引用の要件を満たしてたとしても、その人が、あ、これは著作権侵害だって言って YouTube に報告したとするじゃないですか。そしたら YouTube がそれをどう判断するのかっていうのがわかんないんですね。YouTube が、いやいや、これは引用の要件満たしてるから削除しませんよってなるのか、著作権保持者が言ってきたから問答無用に削除するのかっていうのがわからないところ。まあ、多分後者になるんじゃないのかなっていう推測はあるんですけれど、そこは結構ブラックボックスなところなんですね。だから、やっぱり、100%大丈夫とは言い切れないっていうところです。まあ、それでもし、また動画削除されたら、まあ、それはもう仕方ないなって、諦めるしかないかなと思っております。なので、その時は、訴えられた会社さんの映画はもう、取り上げることはできないかなと思っております。はい。まあ、そんなところですね。でも、まあ、ちょっとそこは、頑張って、せめて、行かないといけないかなとは思ってるんですね。もちろん、著作物っていうのは侵害しちゃいけないし、リスペクトを込めて、引用させていただかないといけないと思ってるので、気をつけないとは、かなり気をつけないといけないかなと思っております。はい。あとですね、弁護士の先生にアドバイスをいただいたのは、まあ、引用の割合を全体の10%に1割に収めた方がいいっていうアドバイスはいただきました。例えば動画が10分だとするじゃないですか。そしたら、引用で使っている部分は合計10、1分。10分のうち合計1分ぐらいしか引用では表示しないようにした方が、認められる可能性が上がりますよっていうアドバイスをいただきました。まあ、もちろんそれも100%それで大丈夫ってわけではないと思いますので、そこは十分、承知した上で、そういった作りにしようかなと思っております。はい。という感じでね、なかなか著作権法っていうのは難しいなという思いをしております。まあ、でも、頑張ってね、作ろうとは思っておりますので、まあ、引き続きご覧いただければと思います。はい。まあ、あと最近でですね、ファスト映画の話がまた盛り上がってきてますけれど、ファスト映画、まあ、去年、あれか、ファスト映画で逮捕者が出て、で、その後、まあ、こと、えーと、おとといのニュースでは、そのファスト映画を上げた人たちに対して、いくつかの映画会社が集まって、十何社かが集まって、5億円の請求を、民事訴訟を起こしたっていう話、ニュースがあったんですけれど、まあ、さすがに僕、ファスト映画を作ってるつもりは全くないんですね。ネタバレもしてないですし、それとはさすがに一緒にされたくないなっていう思いは正直あるんですが、まあ、
全く関係ない話でもないかなとも思っているんですね。で、まあ、映画会社何社かが結託して個人に5億っていうのは、かなり額としてはでかいなと思いますよね。まあ、5億の訴訟が妥当なのかもうちょっと分かんないんですけれど、まあ、そもそも5億も YouTube で稼いだのかなっていうのもちょっと疑問ではありますね。まあまあ、まあ、これに関してはよく分かんないので何とも言えないんですけれど、ちなみにその今回ファスト映画で訴えた会社さんの中に僕のことを、著作権侵害で動画を消した会社さんがありました。はい、まあちょっと会社名は言わないんですけれど、まあそんな感じですね。はい、まあ、今後は先ほどお見せしたやり方でちょっと動画を作っていきますので、まあ多分作るのはアップするのは8月以降になると思いますので、それまでお待ちいただければと思います。まあそれまでもね、ちゃんと、著作物を侵害しない動画は作ろうと思いますので、著作物を一切使わない動画を作ろうと思いますので、それもまあよかったらご覧いただければと思います。というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。